大工の源さん超イダテンライト出演 CV スペシャルトーク。続いては木村良平&駒田渉の源トーク。さあこのコーナーでは俳優声優として活躍されます木村さんと駒田さんの源になる部分を聞いていきたいなと思っております。まずはですねこの業界に入ろうと思ったきっかけとなる源を教えていただきたいんですけれども。俺は人生で一番古い記憶が母親に今の事務所の近くまで行った時だったと思うんだけど多分、ここに入ったらなんかテレビとか出るお仕事するんだよ入りたいって言われて、うんって言ったのが一番古い記憶なんで、すごい源かな。すごい。じゃあその時にうんうんって言ってたら今どうしてんだろうね。その時おいくつですかちなみに。2、3歳。そんな時に2、3歳で、へーすごいっすいわゆる子役ってことですよね。子役、そうすごい。そんな時にうんって言ったのすごいですね。何を思ってうんって言ったんですかねあいつは。お母さんもでももう多分見透かしててそう答えるだろうこの子はっていうそのタレント性を見出して聞いたんじゃないですか。どうする顔がそんな圧強い顔で聞かれたの答えざる、はいと答えざるを得ない顔してたけど今絶対イエスと言うでしょみたいな感じでやるよ ね怖いそれは。でもすごいですね、うん、そうね人生の転機が割と若くしてきちゃったね。駒田さんはどうですか。僕は声優さんとか声のお仕事を知ったのは高校3年生になった時だったんで相当遅かったんですよね。それは何かこう好きなアニメがあったとか。最後のそのエンドクレジットの声の出演っていうのを見たことがなくて本当に見たことがなくて、でアニメとかゲーム好きだったけどその映像から声が出てるって思っているからそのそれに対してお仕事で誰かがやってるっていう感覚がなくて、最後に何々役何々ってこう役者さんの名前出ててえみたいな、これ仕事なんだと思ってからもそこからもう無我夢中で調べて、あこういう業界があるんだっていうところからちょっとやってみたいって思った。めちゃめちゃ遅いです。気づいたのこと自体が遅い。そもそも意識してなかったってことだね。意識してなかったです。その